高校は確か名門埼玉栄高校ですよね、はい、そうです埼玉栄です。ちなみにいつからゴルフを始めて今その埼玉栄高校まで行ったんですか？と私もともと幼稚園からずっとテニスをしてたんですよ、うんうんうん、でそれで父が娘と一緒にゴルフやるのが夢で、うん、あの妹に最初妹いるんですけど始めさせて、うんうん、で中学までずっとテニス部だったんですけど、うん、中3の終わりに妹のレッスンのところについてって、うん、りのちゃんもちょっと打ってみるみたいな感じで打ったらすごい良くて、うん、あすごいゴルフ楽しいと思って、うん、あじゃあ高校からゴルフをやろうと決めて、うん、でせっかくやるなら、うん、ちょっとあの全国大会優勝するような名門に行きなさいって親に言われて、で受験して埼玉栄に入りました。だから本格的に始めたのは高校からです、うんうん、じゃあ普通はねなんか埼玉栄っていうと、うんうんうん、なんかスポーツ推薦みたいな感じで入る人多いと思うけど、そう、そうですね、うんうん、そうじゃなくて本当にそうです自らもうやりたいと思って受験して入りましたもん。すごい。でその時やっぱ入ってまだ自分のクラブ持ってないし、うんうんうん、まあ入るじゃないですか、うん、そしたら同級生に中学チャンピオンの渡辺彩香とかがいて雲の上の存在でも本当わすごいみたいな、私もこうなりたいみたいな感じで思って頑張りました。すごい。それで今こんな風に頑張ってやられてるんですね。そうですね。そう。だからその高校卒業して、うん、やっぱみんなにすぐに追いつくためにアメリカにゴルフ留学行ったって感じですね。でそこですごい良くなりましたね。本当になんか80代とかしか出なかったのに、うんうんうん、一気にパワープレイアンダーがアメリカ行って出るようになったんで、そうなんだ。なんかすごい行ってよかったなって思う。やっぱ環境を変えるとね、芝から練習できるのも大きいですね。アプローチパターンめっちゃ練習してましたもん。なんか苦手って言ってるけど別にそんな風に見えない、うん、苦手なんかやっぱり飛ばす飛ばすってやれてるから、うんうんうん、もっとそのバーディーチャンスつけなきゃいけないのに、うん、なんかパーで終わってしまうみたいな、うん、だからもっともっと練習しなきゃなっていう風には思いますね。ベタッとつけて楽々バディみたいなのを目指したい。目指したい。目指したい。そう、そうなりたい。頑張ります。頑張りましょう。はい。行きますか。ミロハタマで230ヤードなので、カートの上を越えてくる感じですね。やば。もう超えてて出るよ。あー、ダチャが。ちょっとどうだろう。最後の最後で当たった感じした。でもそこなんか抜けたかもしれない。すごいね。もうめっちゃ高かったね。なんか超えようと思ったから球上げようと思いました。すごい。ナイスショット。私はまあ旗右ぐらい。まあ旗右でいいと思います。どうし、今回頭残す。そうそうそう。左向きすぎるから気をつけて。はい。左向きすぎない。はい、あ。アドレス、アライメント気をつけて。お、アス指導で。うん。ナイスショー。これが本来の球ですね。はい。ナイスです。ナイスショー。ナイスショー。多分、疲れると足が使えなくなる。持って手で上げたって、手で上げると手で下ろしちゃう。うん、足を頑張って。今良かったです。はい。とにかく、今朝は下半身の意識を提供して。はい。はい、先生。はい、先生。いいですね。はい。180の上りで多分、かなり上ってるんで、210ぐらいありそうな感じなので、これはもう、足。いけ！なんだって。飛ぶようになったね。うんうんうん。なんか転がってます、ね。転がってるよね。6番ヤンで行きます。はーい。左から攻めたかったんですけどね。
うまく抜けた、抜けた、うまく抜けた、ゴー、あーあ、いってなった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 、バンカー越えました、ギリ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 、あ、乗っちゃいねえんだ、乗ってない、いい感じだったギリです。いや、なんかさっきからオーバーしたやつが、ちょっと抑えて打ったんですよ、なんか冷気に引っかかってますですよね冷気動かしたら落ちるやつ、いや、多分ギリギリ大丈夫、あ、ギリ大丈夫、よかったお、ちょっともうこういうこれぐらい距離あるときは、これぐらい距離があるときはちょっと52にして、うん、無理して振らない、はい、ようにします、はい、なるほどね、うまっ、あ、いい感じ、あ、超近そう、ね、よかったさすがですね、へえー、でも5人でやったら完全そんな怖さもあるけど、なんか、はい、なんかそんなイメージあると思うんですけど結構番手で変わります、なるほどね、はい、近いよ、ほぼほぼ大きい、お、ほんとだ、よかったブレーキでちゃんと止まって動かしても多分大丈夫、あ、うん、オッケーオッケー、いけた、いや、ナイスバンカーです、うおー、近い、近い、近かった、ナイス、ありがとうございます、お、転がって転がって、あ、先生あ、ちょっとやっぱ雰囲気出すダメなんだよやっぱちょっとの昨日の速いグリーンのイメージが抜けない、確かにアプローチそんなしてないですね、右節にめがけて、うん、出す、はい、出すぎた出すぎた、 OK いや、全然曲がらんかったのか、右打ちですね、じゃあそうですねはい、ありがとうございます、先生あー、ナイスです、ありがとうございます、ナイスパーます、私が右打ちでしたね、うん、あの先生が参考になりますちょうど私の芝につけてでもなんかしゃがんだら曲がりそうだけど立ったら曲がんなそうだなと思って、うん、ちょっと出していこうと思って出していったらダメでした、うん、あのぐらいの距離はでも外さない方がいいですね、なんか相当な傾斜以外はあんまりカップ外さないように私はしてますね、内側でしっかり、今のなんか下りじゃなくて上りのパッドだから余計に、上りだしね、重いから、だから外さないでしっかり目に打った方がミスはない、勉強になります、はい、りなちゃん、はい、今日りなちゃんとラウンドする前にいろいろインターネットで検索させていただきました、はい、ありがとうございますそこにですね、なんとおじいちゃん、おじい様がオリンピック金メダリスト、そうなんですそう、体操選手で、うん、はい、あのローマ、東京、メキシコ3大会で、で日本人初の個人総合の金メダリストなんですよ、うん、まあ、トータル金メダル5個、うん、5個、はい、やばい、鳥肌なんだけどすごい、すごいですよ、すごい、じゃあもうウィキペディアでしょ、ウィキペディア出てます、遠藤幸男で検索してもらうと、遠藤幸男さん、その孫ですすごい、はい、すごいですよ、だからいろいろこう運動神経はいいですね、血を引いて1分の1入ってるんですよ、ね、はい、すごー、そうなんです、そっか、はい、え、じゃあでも体操しろみたいなのなかった、いや、もう自由に生きろみたいな感じ、うん、自由に好きなことをやるみたいな感じなんで、うんうんうん、体操を無理やりやらせることもなく、うんうん、なんかやりたければやればみたいな感じで、うん、うーん、なんかそんなに興味を持ってなかった、体操は興味なかったなんかそう、うん、スポーツは好きだったけど、うんうんうん、まあやっぱりプレッシャーもあるじゃないですか、うん、世界一が身内にいたら比べられるっていうのもあるし、だから体操以外、あ、可能みたいなね、そうだから、うんうん、体操業界で知らない人いないんで、やっぱり、うん、歴史上の人物だからすごくないだからもう行かなかったです、ね、逆に体操には行かなかった、うーん、すごい、
あでも比べられたらねちょっとプレッシャーあるよね、うんうんうん、ありますね。だから違うスポーツで、うんうんうん、超えられないじゃないですか世界一を。世界一はね世界一はなかなかね金メダル5個取ってる金メダリスト、そういないですよ。だからすごい鳥肌。いやだから違うスポーツやろうと思ってで私テニス始めた。あね、でテニスよりもゴルフが楽しかった。楽しかったからゴルフを転向しました。あでも今後がね本当に楽しみですよね、はい、アメリカも経験して、うんうん、で今やっと10年目。そうなんかよくプロスポーツでプロになるのはやっぱ10年目からだから、うん、ちょうどいい。そうそうって言われるんだ。え大体そうなんですよね。やっぱ10年でやっともうプロの極めるみたいな感じなんで。そっか、やっぱり少なくとも10年はかかるかな。本当に10年かかんないでバーっていっちゃう人の天才とかいるけどね、うんうん、ちょうど10年目なんで、はい、これからこれからですよね。伸びしろしかないじゃあ8月に今プロテストを受けて。そうですね8月に向けて、うん、プロテスト合格抜けて頑張ってるって感じ。あの注目選手でございますので皆さんチェック応援よろしくお願いします。スポンサーのアイマックスさんとか。あ、アイマックスさんね。はい、アイマックスさんとかスポンサーしていただいてるんで。そうですよね。そう、頑張って応援に応えられるように。はい。私も応援してます。ありがとうございます。頑張ります。ネットに全部出るから。あ、そうだよね。変な結果出せない。いい結果しか出せない。どうやらなんか人に優しくて。そう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 、ちょっと性格が優しすぎちゃって。やっぱテニスもね、テニスも対人競技じゃないですか。相手の嫌なとこ、こう打っていかなきゃいけないんですけど、もう優しすぎてそれができない、うんうん、ゴルフみたいな個人スポーツの方が向いてるかなと思って。性格良すぎですよね。ちょっと優しすぎちゃいました。面白すぎ。私はどっちかというと意地悪の方なんで。あ、そうなんですか。相手が苦しんでるのを見て喜んでるタイプ。ドイツですね。大切なのかな。人苦しんだるの見て喜んでる。いやでも人苦しんでるっていうか、なんつうおりゃーみたいな感じで。そう、バドミントンとかも、もうなんか顔に向かって打ちに行ったりとか。そうなんですか。引いてる。引いてる。すごいなと思って。あの取られないように。そんな度胸ないから。取られないようにこうやってやったりとかしてするタイプなの。ポンポンって言ったら確かに危ないみたいな。ゴルフみたいにね、自分だけの戦いの方がいいです、集中できるの。あ、そうだね。で、結果的に試合でスコアになるみたいな感じの方が、後で知った方が、あ、後でね、人関係なく、ね、あんまりこう、周りを見ちゃうと私ダメなタイプなんで、うん、相手を見るとダメですね。メンタルのスポーツとか。なんか相手関係なくね、自分が本当に良ければ勝てたりとかするだろうしね。ゴルフは本当そう。厳しいなと思っていつも見てます。いろいろ楽しいんだけど、そういうところは競技になると厳しい。プライベートでやると楽しい。いい感じで次の、はい、次の。私はなんかバドミントン顔に当てる部分だけがちょっと心配だよ。そこカットして。あんまりちょっと性格悪いの出して。えぇー違うか。私バドミントンもやるんですけど、うん、あと右肩に向かって。ひどい。打てないからこうなっちゃうでしょ。わざとそっち狙う。届かないとこじゃなくても顔を狙っていくみたいな感じ。ここを狙ってこう狙って。あ、確かにこうできないですね。そうそうそう。なるほど。撮ってるやめて。性格悪いってなってる。左バンカーの右方向に打っていきたいと思います。あー涼しい、これぐらいがいいよ、うん、いい、これぐらいがいいですね、うん、ナイスショー、うん、よいしょ。なんか涼しくなったら調子よくなる。暑さのせい。暑いとダメなんじゃない。日を浴びるとダメみたいな。日に弱いほんま狭いんだよな。狭いですね。ね、ひなちゃんすごい難しそうだけど。そうそうそう、飛べば飛ぶほど狭くなる。ね、完璧です。うお、いってる。これは最高でしょ。ナイスショー。あ、もうこ
ここしかないってとこ行った。うわー、超えたよ。ねえ、ナイスショー。ありがとうございます。飛んだ飛んだ。30超えてきたよ、キャリーで。すげえ飛んだ。めっちゃ飛んだ。めっちゃ飛んだ。なんか逆に狭くて集中力が高められたのかもしれない。すごいね。引き流し超えてきたね。いや、狙ったとこ行きました。じゃあ真ん中狙いです。コバウト。おー、ナイスショー。どう、まっすぐだ。今日一じゃない？疲れじゃないかもしれない。今日一じゃない？疲れじゃなくない？涼しさ？涼しさかもしれない。めっちゃ…だってなんか構えた時にしっくりくるの、うん、もうさっきはなんかもう…フラフラしてた。わーってしてた。いや、今めっちゃ良かったですね、うん、めっちゃ打てる気しかしないもんね。うん、すごい。あれ？暑さ？暑さ？疲れてるわけじゃない。約30ヤード、スプーンでいきます。すごい。これ嬉しい。え、今200？ 230。 230？ はい。スプーン？スプーンでした。えぐ、よかったです。すごい、よかった。ナイスショー、ありがとうございます。すごいっすね。100ぐらいだね。上り入れて9番アイアン。お、筋ってる、筋ってる、筋ってる。なんか数日の青クイに当たった。青クイにバーってなったけど大丈夫？でもあれ当たってなかったら結構良かったけど、どう、右行って右行ったかな。当たって右、ちょっと右行ってみますか。いや、え、今めっちゃ良かったよね。良かった、良かった。あの青クイ。青クイ。こんなとこ当たるの。え、見て、青が乗ってる。本当だ。青クイのせいで、青クイが乗ってるよ、ボールの代わりに。あんな弾かれることあるの？あ、でも私のやつは修理地だから。でも、あ、でも後ろになっちゃう。後ろになっちゃうね。悲しい。折れてないか。まあ青木だけにいいんじゃないですか。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、すいません、つまんなくて、すいませんでした。青木です、あれ。でもすいません、つまんなくて、すいません。青木なんで、青木。すいません。針がついてる。ここに当たったんですね。ここですね。ここに当たって、ここですね。こうやって当たって、ここですね。ちゅうことで、私はもうこれ、ここに乗せるか、こっちからウェッジで打つか。ってことで、ウェッジで打った方がいいですね。攻めます。はい。お、の、おー、ちょっと攻めすぎた。攻めすぎです。攻めの姿勢を崩さないで。攻めの姿勢を崩さないです。最初で、すごい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 。傾斜が見えない。左カップ違う？左カップ、こっちですか？スローじゃないですか？ちょっと、そっち、打ち出なかったかな？かけたんかな。思ったよりやっぱり左狙いすぎてるんですかね。そうかな。OK ですよ。ボギーです。OK です。すぐ拾う。早い。まあでも惜しかったな、今のパーパットは。入った感じしたんですけどね。ですね。入ったと思った。
バーディー。ありがとうございます。ナイスバーディー。いやもうせめてのバーディーですもんね今ね、はい、もうね素晴らしい。せめてよかったですね。せめてよかったです。はい、すごいいいものが見れました。すごいです。ありがとうございます。すごいです。ありがとうございます。よかったです。素晴らしいものを見させていただきました。